皆さんこんばんは。うさぎ畑の小島です。うさぎ畑はうさぎさんのために、牧草やお野菜を作っております。ではうさぎ畑インスタライブうさぎと一緒第5回を始めたいと思います。うさぎ畑インスタライブでは引き続き、出演をしてくださるうさぎさんたち、小動物の皆さんを募集をしておりますので、お気軽にメッセージをいただければと思います。では、ゲストをご招待しますので、しばらくお待ちください。出演してくださる、うさぎさんたちは、生野菜を食べたことがなくても大丈夫です。初めて食べる方でも大丈夫ですので、ぜひご気軽に、ご連絡いただければと思います。また今後、生野菜だけではなくて乾燥牧草編もやっていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。小島です。お願いします。お願いします。つながりました。よかったです。つながってます。はい、心配でした。すいません、緊張させて。いえいえ、大丈夫です。はい、お願いします。はい。あずきさん、こんばんは。こんばんは。お願いします。お願いします。ちょっと今から上げてみますので、ちょっとお待ちくださいね。あずきさんのなんか自己紹介をちらっとでも、はい、あずきは、はい、今5歳になります。5歳、はい、で2年前にちょっと顔面麻痺になってしまって、で、チモシーが食べれなくなってしまったんです。はい、で今はもう生野菜を食べてます、毎日。今回お送りした、はい、これは昨日届いた、はい、人参と大箱と、はい、タンポポの葉っぱですね。はい、ありがとうございます。はい、で人参は一番大好きで。あ、そうですか。はい、よく食べてくれます。あ、美味しそうに食べてますね。はい、そうなんです。今お腹減らしてるのでご協力をありがとう。いえいえ、大丈夫です。今一生懸命食べてます、ね、食べてますね。可愛らしいですね、はい、食べるすぐ、ね、人参しか食べない。いえ、ね、ケールも大好きでご愛用。そうなんですよ。はい、ケールも今だいぶ小さくなってしまってるんですけど、やっぱりケールも好きで、で特にあの紫色の方。ああ、そうですか。がなんか大好きなんです。うーん、でそれは今すごく食べてくれるんですけど、もうすぐなくなっちゃうってことなの で、 そうなんです、ね、ちょっと残念だなとは思ってて。そうなんですよ、はい、冬野菜なのでちょっともう花が咲いちゃってギリギリ取ってるような段階で。そうですよ ね、はい、でも今あのいただいてるものを一生懸命食べてるので。ありがとうございます、うん、はい。昨日ちょっとあの夜大箱だけ1枚あげてみたら、あ、朝はなくなってたの で、 あ、そうですか。大箱も食べてくれるんですけど、今は人参が一番好きなので慣れないですもんね。そうなんです。もう人参だけ食べてますね。はい、
大型の木も初挑戦したけど、どうかな。あ、違う違う。近い。ちょっと、どこどこ。もうちょっと飽きたかな。ただ、家でもちょっと、はい、足りなくなるので、家の庭をちょっと潰して、それでそこで人参の種まいたり、ケールの種まいたりとかもしてるんですけど、なかなか、はい、インスタで拝見しました、東方で畑の。そうなんです、はい。やっと今ちょっと大きくなってきて、食べれるかな、もう少したら食べれるかなと思うんですけど、うん、本当にチモシーが食べれないから本当困ってて、うん、はい、今食べないかな。けど、その自家製のお野菜で採れたてで新鮮だったら最高ですよね。そうなんです。うん、母が畑をやっていて、でそこで冬場は大根の葉っぱが毎日食べれますし、で、人参の葉っぱも結構取れるので、人参の葉っぱも毎日与えて、で、あとはブロッコリーの葉っぱも大好きですし、はい、いろいろ食べてくれます、野菜は。専用の菜園って本当最高ですよね。そうなんです。でもやっぱこの2月から3月にかけてはやっぱなかったので、ちょっと本当困っていて、で、うさぎ畑さんを知って、で、そこでちょっと分けていただいてるんですけど、本当助かってます。いえいえいえ。ちょ。食べる。で、生野菜だけなので、はい、本当にうんちが黒い、ここにも今あるんですけど、うんちが黒いうんちしか出ないですよね。どうしても大きい粒のうんちにはなりにくいですね。そうですね。でもまあ一応うんちの一つに隠れるので、まあそれなりに食べてるのかなとは思います。下痢することはないんですか？下痢はないですけど、盲腸粉が結構出ますね。あ、そうですか。そうなんです。結構盲腸粉が落ちてて、踏んじゃったりすることがあるんですけど、はい。でも、ちょっと足元にボールが好きなんです。あ、サッカーボールが遊んでる。ボール遊びが、そう。仕事から帰ると、はい、まずボールで遊ばないと気が済まないので、はい。ちょっと、あちあちあち。ボール。普通にこう乗っかったり、あ、しますします。ったり、うん、毎日してます。いいですね。いいですね。はい、毎日、あ、ちょっと、すいません。全然。あ、じゃあ、今日活発に動けるってことは健康な証ですからね。そうですね。うん、今ちょっと2階の寝室にいるんですけど、いつも夜は、どこ行っちゃった。夜は私と一緒に部屋に過ごしていて、すいません、ちょっと画面が気持ち悪くて、私のベッドの横で、てかまあ一部屋私とこの子で使っているという状態で、なるほど、ちょっと動き回って、はい、で結構自由にしてます。うーん、ちょっと今食べるのはあんまり興味ないかな。ああ、いえいえ、すいません。いえいえ、可愛い姿が見られて本当に嬉しい。そうなんですね。なんかこう、この箱メールとかではね、ご連絡いただいているんですけど、実際こう見るのは初めてだったんで。そうなんですよね。はい、本当に食べてくれるのでありがたくて、でなかった時は本当困っていたので、で、あと他のうさぎさんだと結構いろんなレタスとかキャベツ、はい、なんかいろいろ食べている子がいるんですけど、うちの子はいろいろ、まあ本当はスーパーとかで買えるとかね、そういうとこで買える野菜があれば一番ありがたかったんですけど、なかなかお気に召さないので、ちょっと大変ですね。でも、食べてくれる
ものがあればいいかなとは思ってます。こうまあ、私もそうですけど、うん、年間通じてこう用意するってやっぱすごく大変だと思うので。そうですね、うん、だからまあ本当にこのまた夏になればブロッコリーなんかも来るので、うん、あと今野菜が畑でちょっと作ってるので、うん、まあ、その時期だとちょっと安心なんですけど、うん、亡くなった時期がちょっと本当にどうしたらいいかなみたいなですかね、うんうん、完全に食べることをやめてしまいましたすいません。いやいや、お話を聞けて、はい、ありがたいです。うん、こう葉物野菜ってやっぱ冬寒い時期がメインで、まあ、特にこうに日本の暖かいその地域というかところは真夏ってなかなか野菜作りにくいので、そうですね、ハーブ系とかですね、はい、こういう、まあ、タンポポとか大箱とか、まあ、野草というかですね、うん、系になっちゃう時も、そうですね、うち野草とかもないくて、まあ、道端によくこの時期だとカラスのエンドとかもあるんですけど、うんうん、やっぱ犬の散歩道なので、あ、それが取れないし、うんうんうん、そうなんですよ。だからちょっとこの子割と香りの強いものがあんまり嫌いなので。あ、そうですか。そう、人参は食べるんですけど、ハーブ系、うんうん、ハーブ系はあんまり好きじゃなくて。あ、そうですか。はい、そうなんです。かといってレタスも嫌いだし。なるほど。ちゃんとブロッコリーとかケールなんか年中ね、はい、ね、あげれたら本当いいですけどね。いいですね、はい、そうなんです。 あずきさんがいらっしゃる地域は結構寒いところなんですか？気候、うちはそんな寒くはないです。蒸し暑い、夏は蒸し暑いですし、雪もそんなに降らないので、まあ過ごしにくくはないです。そうなんです。ね、標高高いところだったら真夏にもっと野菜がね作れるかもしれないですけど、ね、そうですよね。うちは本当に暑いんですよ。もう蒸し暑いし、でもまあ畑がちょっとあるので、そこでなんとか食べれるものを持ってきてあげるっていう感じですね。ちょっとケールあげますね。小豆の大好きなケールがあるので。はい、あ、じゃあここ、ここ、 お気遣いしてください。いえいえ、こち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 、ここ登って登って登って登らない。ちょっと待って、あ、今おトイレに、あ、おトイレに、おトイレするかな。で、あ、なんか水もあんま飲まないんですよ。まあ、でも生野菜食べてたらね、そう、結構水分が取れてるかなとは思いますけどね。そうなんです。ほとんど水飲まなくて、うん、で多少ペレット食べた後に飲むかなっていうぐらいで、私今最近この子が水飲んでるところを見たことがない。ああ、そうですか。です、はい、飲んではいると思うんですけど、その姿を見てないというか、これが一番大好きなんです。うん、このケールの紫のが一番好きなんです。緑の方の葉っぱよりもまずこっちを食べます、うん、あ、ね、こっちじゃないもんね。こっちが好きなんでね。それも珍しいですね。私の聞いた話では緑の方をよく食べるっていう話になったので、方が多いですね。あ、そうですか、うん、うちはまずこっちが大好きで、うん、これだとすぐ飛びついてきますね。へ、うん、じゃ あ、紫多めに今までしとけばよかったですね。なんか、バランス、うん、でもそうじゃないかなと思ったので。あ、そうですか、いや、勉強になりました。聞いといてよかったです。はい、また次回もしあれば、ね、まだまだ残ってれば、紫の方がキノコが好きなんで。わかりました。ありがたいです。スープ全部食べます。やっぱり味とか香りが違うんでしょうね。どう違うのかが私たちもわからないんですけど、そうです、ね、一番のお気に入りで、確かに必死で食べてますね。そうなんですよ。で、全然違う。でも茎は残しますけど。うん、いえいえ。人参も
いろんな葉物は今ほんと茎は全部残しますね。柔らかいところがやっぱりお好みと。葉っぱのみです。うん、でもまあ、 あの食べてくれてるからいいかと思って。そうですね、本当に、はい、ね、美味しいね。本当に食べられるこうレパートリーというかバラエティを増やすことって本当に大事だと思うので。そうなんです。そうね、あの、うん、与えてるから本当にあずきさんは幸せですよね。どうですかね、なんか本当はもっといっぱい食べてくれるといいんですけど、なかなか厳しいね、あずちゃん。やっぱりご高齢になるに従って食べられるものの幅がやっぱ減ってくる子が多いので、うん、今のうちにね、いろんなもの食べさせてあげる。そうなんですよ。ね、うん、ティッシュに、ティッシュに夢中。ちょ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 。活発にこう動くから、結構運動はね、もう十分足りてる感じしますよね、うん、こう。そうなんです。あの、うん、日中も、1階のリビングでずっと話し飼いなんです、うん、で2階で今度一人ぼっち寂しいので私と一緒の部屋で夜は過ごしてるっていう生活になってますけど、うん、だからこの時間が一番よく動くんです。あ、なるほど、はい、そうなんです。あずきさんも嬉しいんでしょうね、多分一緒だから、うん、環境も変わってちょっと上に来ると喜んで動いてます、うん、どこ行っちゃった、どこ行っちゃいました。いつもベッドの上、はい、あ、いえ、お聞きしてが分かりませんけど、はい、こうが映像を見る限りこうあんまり顔面麻痺って分からないですけど、そうなんです。そうなんです、あの、うん、だいぶ収まってはいるっていうかもう慣れてしまっていて、向かって、うん、あ、向かってというか左側の、うん、正面から見ると結構口がこう引きずった感じになってて、でもう涙がずっと出っ放し。あ、ちょっとさっき綺麗にしたのでまあまあ綺麗だと思うんですけれども、ちょっとね、まあ、正面から見ると左側が突っ張ってちょっと上に上がってる状態になってて、でやっぱ食べにくいみたいなんです。あ、口が動かしにくい。あ、でもあの食べるんです、ペレットも食べるんですけど、うんうん、ちょっとあのどうしても左側のやっぱ耳の炎症からちょっと麻痺になっちゃってか、まあしん、うん、麻痺になってしまってて、で左側だけがどうしてもあのこう突っ張ってる状態、うん、見えますかね、動くから。すいません、無理なことを言ってしまって。大丈夫ですよ。ダメだ。なんか異様に今日動くんですよ。あ、私の声が聞こえるから妙な。分かんない。多分私が多分ちょっとあのテンションが違うからじゃないですかね。きっと。なんかお母さんいつもと違うって感じですよね。そうそう、目がちょっとねこうくぼんじゃってるんですよ。まあ、見た目全然そこがまた可愛くて、うん、なんか言わなければ全然ねこの映像ではわからないですね、うん、そうなんですよね、うん、でもまあ、 あの病院に、まあ、毎日薬は飲んでるんですけど、うん、あのそういう抗生剤みたいなのを、うん、はい、でもすごく今元気で、うんうん、ありがたいです、うんね、一時期大変でしたけど、うん、なんかダメなの？ちょっと食べてくれました、ね、うん、食べてくれました、うん、ちょっとかじっただけだ。大箱もタンポもまたこれからなので販売はしないんですけど、はい、ちょっとこう先取りして取ってきましたので。あ、ありがとうございます。いやいやいや、ね、これも食べてくれになるとありがたいなと思って、うん、そんなもの食べたら ね食べてたら、ね、うん、多分今日は落ち着いてないので、うん、昨日本当大箱1枚なくなってたので、食べるは食べるじゃないんですけど、はい。いえいえ、うん。乾燥野菜なんかを食べますか？前のスケールの乾燥も私間違って注文してて、うん、あ、なるほど、ね、そうそうそう、あの時にあげたんですけど、うん、やっぱあんまり乾燥したのはなんか嫌みたいですね。その中がちょっと
もそもそするというか、なんだろう、痛いのかなって思うんですけど、うんうん、で、あの、よく乾燥じゃなくて、あの、ペレット牧草ってありますよね。あれも、なんか、いろいろ試したんですけど、やっぱダメで、で、普通のご飯のペレットだけは、一応、まあ、なんとか食べてくれるっていう。はい、だからもういろんなものを試したんですけど、なかなか、はい、大変ですね。なるほど、はい。まだ食べに行っちゃった。やっぱりこれ。ちょっと今日目がね、大きいんですけどね。うん。美味しいね。それは美味しいね。ね、牧草を食べてくれるとね、本当に最高なんですけどね。そうなんです、本当は。で、この間も試しに買ったんですけど、やっぱダメでした。うん、食べてくれなかったです。あの、うちのはサンプル一通りまた今度送りますから、また試していただいて、はい、まあ、食べたら、ね、捨てていただいて構いませんので。ありがとうございます。試してください。うん、あの、やっぱり食べないのは、あの、捨てるのもったいないので、あの、学校のうさぎちゃんに、あの、渡してるんです。まだ学校でうさぎさん飼ってるところもあるので。そうですか。そうなんですよ。だからそこにあの持って行ったりとかはしてますね、うん、あ、そうですか。はい、ちょっと暗いから分かんないかな。よいしょ、よいしょ、あ、つっちゃ、こんな感じです。正面から見ると、ちょっとほら、左側が、あ、ちょっと左側がちょっと上に引きつってる感じっていうのはありますかね。こんな感じです。で、正面から見ると目がちょっとくぼんでるっていうか、ちっちゃい目になっちゃってるんですよ。うさぎさんのくりくりも目がなくて。うん、はい、でも落ち着いちゃったね。落ち着いた、はい、ちょっとまったりしましたね。けどもぐもぐ ね、たくさんしていただけて本当に良かったです、ね、ありがとうございました。私も幸せな気持ちになりました。 ありがとうございます。ありがとうございます、はい、いろいろご協力してくださって本当にありがとう。いいえ、ありがとうございます。こちらこそまたよろしくお願いします。たくさんまた、ね、頼まなきゃいけないので。 ありがとうございます、ね、ご愛用してくださってるね、佐々木さんがこうやって目の前に見られて、本当私も幸せです。農家としてありがたい。はい、ね、あずきちゃん美味しいもんね。また何かありましたら、はい、ご気軽に何でも、はい、言ってくださったら、またいろいろと勉強させていただいて参考にしますので、はい、よろしくお願いします。そしたらまた、あの、はい、あんまり長くてお伝えなっちゃいけませんので、今日はまた締めたいと思います、はい。どうもありがとうございました。また楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。お時間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございます。はい、失礼します。